女性序盤に女性序盤には、フランスの小説家、映画監督、脚本家である。フランスパリ出生、コルシカ島出身、本名はヨゼフ・ダミアニ。戦時中から犯罪組織と関係し、かつ、ファシスト政党フランス人民党に所属、ゲュタポ協力者であった。誘拐や盗みなどを犯す。終戦直後、少なくとも3件の強盗殺人に関与し、 死刑を宣告されるが、大統領恩赦を受けて免れる。1956年に出所。自らの経験を踏まえ小説家として活動。監督、脚本家としても活躍した。アランドロンと組んだ暗黒外の二人、ルジタンなどの映画作品は高い評価を得た。他に映画、冒険者たちの原作も発表している。同作品はアランドロン、ジョアンナ・シムカス。 リノバンチュラで映画化され、人気作となった。1960年代からスイスに在住。生涯に映画15本、脚本33本、小説20冊、回想録2冊、テレビ番組5本を発表した。数奇な運命を辿ったが、2004年に脳出血のためスイスローザンヌの病院で死去。去年80歳。ありがとうございます。